ねえココちゃん、七五三に来たね。とっても着物も可愛いね。ココちゃん、ちゃんとお利口さんにいてね。わかった？うん。どうもシュンズ TV です。皆さん、今日はですね、ココちゃんが七五三なんですよ。今から着替えて撮影に行くんですけども、とっても楽しみです。あ、シュンさん、シュンさん、レックス、おもちゃの皆さん、おもちゃの皆さん、今日はこれから七五三に行くんですけども、レックス、一体どうしたの？あ、シュンさん、僕、七五三っていうのは初めて聞いたんだけど、それって一体何なの？あ、そうか、おもちゃたちは知らないよね。は、ティア、7と5と3という数字に何か意味があるのか。 Yes, we can. ああ、楽しいパーティーだったら僕たちも連れてってほしいな。いやー、ちょっとおもちゃのみんな落ち着いていい？七五三っていうのはココちゃん3歳になるから、その3歳のお祝いで行くんだよ。着物に着替えて、そして神社に行って、ああ、そうだ、スマイリーロックさん、七五三って何のために存在してるんですか？はい、シュンさん、3歳や5歳や7歳には多くの災いがあると言われていますが、お清めをすることでその災いなども消すことができるんじゃよ。それに3歳、5歳、7歳と成長していくお祝いじゃな。そうか、じゃあ今から神様のところに行くんですよ。我々も行きたい。実際神様に会ってお辞儀がしたい。神様、リトルグリーンメンたち、ごめんね、今日はおもちゃはみんな連れて行かないから、ここでお留守番しててくださいね。なあ、でもさ、ココちゃんはとってもいたずら好きでやんちゃだ。もしかしたら奇妙なことが起こるんじゃないか。奇妙なことなんてやめてくださいよ、ダッキードバニー。ああ、そうだ、ちょっとココちゃんを1階のリビングから連れてきたいと思います。よろしくお願いします。はい、1階のリビングからココちゃんに来てもらいました。ココちゃん、今から撮影に行くんだけど、あ、ちょっと爪噛まないの？爪、そうやってさ、どうちょ、やめてよココちゃん。なんだよ、いいの、止めるなよさ。まったく、もう本当にいたずら好きなんですから。ダッキーとバニーが言ってたよ。あ、ちょやめてココちゃん。ダッキーとバニーが言ってたよ、いたずらばっかだと奇妙なことが起きるんじゃないかって。いたずらって楽しいからさ。まったくココちゃん、ちょっと早く下ろして。いかん。はい、早速スタジオアリスに来て、ココちゃんが着物に着替えました。とっても可愛いね、ココちゃん。髪の毛も増やしてもらって、そしてお化粧までしてさ。ちょっとこれラプンツェルなんだ。そうなんだよね、ココちゃん、この着物はなんとラプンツェルを意識した着物になっています。髪の毛にもしっかりとお花がついていて、後ろもこのようになっています。すごいな、着物が紫色で、そしてお花がたくさんある。最高だね。ちょっとさ、シュンさんさ、どうしたのココちゃん。あの、僕ディズニープリンセスになっちゃって、あそこに写真飾ってもらえないかな。ええ、あそこにって、ああ、本当だ、いっぱいプリンセスがいるね。でもココちゃん、今から撮影に行くんだよ、楽しもうね。よし、行かいかん。やったー。ねえココちゃん、七五三に来たね。とっても着物も可愛いね。ココちゃん、ちゃんとお利口さんにいてね。わかった？うん。うわー、ココちゃん、とっても可愛いね。お外を歩いていますけども、ちょっとさ、これ歩きにくいね。そうだよね、草履履くのなんて初めてだし。ココちゃん、気をつけて、その砂利道だと転ぶんじゃ。ちょっと大丈夫ココちゃん。ちょっとさ、転んじゃった。まったくココちゃん、こうやって奇妙なことが起きるんだね。そうだね、やっぱりお利口さんにいないとこうやって転んじゃうんだ。まあでもココちゃん、これは、あ、大丈夫。ちょっとさ、脱げちゃった。お願いだから履かして。あ、分かってるよココちゃん。まったく、これはいい子とか悪い子関係なしに、あの、奇妙なことじゃなくて歩きにくいだけでしょココちゃん。違うよ、奇妙なことがいっぱい起きたんだ。どうしよう。ココちゃん、ちょっとさ、痛いよ。ココちゃん、いっぱい転んじゃったけど大丈夫？ダッキーとバニーが言った通り、僕いたずらばっかだからこうやって転んじゃうのかな。本当に奇妙だよ。そんなことないよココちゃん、初めて草履を履いたんだから歩きにくかっただけだよ。よし、ココちゃん、引き続きずっとお利口さんにね。そっか、や
だし、じゃあまたいっぱい暴れちゃうかな。イエイイエイ。ちょっとしゅんさん、これやりたい。これこれ子供おみくじって書いてありますけども、まあいいか。ココちゃん1枚引いたね。100円玉を入れて、でこれはどうやって開けるの。あ、ここだ。ここから開けるんだよ。ココちゃん開けるの難しいでしょ。私がやってあげる。果たしてなんて書いてあるのかな。早く開けて、早く。はい、開けました。ココちゃんおみくじなんだったかな。ちょっとさ、いいこと書いてあったよ。いいことって、基地じゃないですか。まあ、基地はとってもいいですからね。そしてお願いは、いたずらをしなければ叶えられますって。ココちゃんいたずらしちゃダメだって。ちょっとそんなこと書いてないよ。おみくじさんやめてよさん。はい、無事七五三を終えることができました。ココちゃんお利口さんにいた。そう、全然お利口さんじゃなかったじゃん。なんかお清めの最中ずっと叫んでたよね、ココちゃん。だってダッキーとバニーに言われたんだもん。頭コチンってやったり、いたずらしたりしなって。まったく、ココちゃんは本当にお清めの時もやんちゃで、わー、ちょやんでよココちゃん。ちょっとココちゃん、もうせっかく可愛いよ。ちょっと着物着てるんだから、まったく。すぐにココちゃん家に帰りたいと思います。やだバーバンギー。はい、家に帰ってきました。ココちゃんがもうやんちゃすぎて大変でしたけども、七五三ココちゃんどうだった？楽しかった。ねえココちゃん、たくさんおめでとうって言ってもらえたね。もっと痛い。もっと痛かった。おじいちゃんおばあちゃんとかにも会ってね。あ、そうだ、ダッキーとバニー、いたずらをココちゃんにするように言わないでよ。いや、だってさ、ココちゃんはいつもやんちゃだから。俺たちも見てて面白いからさ。ちょっとさ、ダッキーとバニー、今日も一緒にやんちゃして遊ぼうぜ。まったく、もうココちゃんもダッキーとバニーもいたずら好きなんですから。でも無事七五三を終えることができました。じゃあココちゃん、みんなにバイバイしてから引き続きおもちゃたちと遊ぼっか。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイみんな。七五三のお祝い、みんなもやったかな。ママ。いやあ、こんにちは。何をしているのかね。のんきにお祝いなんてしているから、シュンズ TV はいつまで経っても弱いのだ。ロッツに質問です。トラウマになることはありますか。ああ、私は持ち主ができることがトラウマだぞ。過去にデイジーという女の子に捨てられたからな。だから私はおもちゃと人間が関わり合わない素晴らしい世界を作ろうと思う。ロッツにお願いです。クローニ剣心の日村剣心を洗脳してください。最強の剣士ですよ。ああ、もしもそれが強かったとしても、私はもうすでに最強の仲間を手に入れたぞ。こいつを使ってシュンズ TV を倒せば確実にロッツチームの勝利が決定する。ああ、そうそう、ここまで言ってもシュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあどうかね。